皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、ジョーセンブルのこちら、じゃん、新しく発売されたマスタークラスラディアントクッション、こちらの商品をレビューしながらメイクアップしてみました。ジョンセンブルのベース類たくさん持ってるんですけど、細かくレビューしていきながらジョンセンブルのコスメ多めでメイクしてみたので、よかったらチェックしてみてください。こんな感じで秋っぽくなったので、でブラウンリップなのでがっつり、よかったら最後まで見ててください。どうぞ。早速レビューしながらメイクしていきたいと思います。まずこちら、一番最近発売されたジョンセンブルのクッションですね。マスタークラスラディアントクッションです。はい、中を開けるとこんな感じですね。クッションもいつも通りすごく使いやすいパフで、鏡も上についてます。で、開けるともう使ってるんですけど、ここでねオフっていうのがつけすぎた分を取れるので、すごく調節がしやすくなってます。ここでこうキュッてやった後にポンポンポンって取ってからお肌にのせるっていう感じですね。このマスタークラスラディアントクッションは今までのクッションと何が違うかっていうところで調べてみたら、ムルアンプルっていう、ジョンセンブルのムルから取ったと思うんですけど、そのムルアンプルっていうのが入っていて、ムルアンプルって何かっていうと、ハッソーのヒアルロン酸っていう、ハッソーになってるヒアルロン酸と、うちはサボテンエキス、結構うちはサボテンエキスって最近いろんな化粧水とかにも入ってるかなと思うんですけど、強い水分を保有力で乾燥しないものみたいです。このねヒアルロン酸、うちはサボテンエキス、ジグリセリンのこの3層でできている3層構造ムルアンプルっていうのがジョンセンブルの新クッションのポイントだそうです。ということで、まあツヤ肌っていう風に歌ってるんですけど、私は正直一番初めに使った時も言ってたと思うんですけど、そこまでねめちゃくちゃツヤツヤになるっていう感じはしなくて、でもカバー力がめちゃくちゃあって、保湿力もあるなっていう感じでした。なのでそんなツヤツヤのベタベタが好きじゃない方でも使いやすい保湿力のあるクッションかなって思います。ということで、実際にね半分顔に乗っけてみたいと思います。とその前にこちらですね、今日下地に使うのはアンブリオリスを使っていきたいと思います。なんかクッションのレビューって結構難しいなと思うんですけど、調べてみるとやっぱね一商品一商品全然内容が違くて、ジョンセンブルのねクッションも私何個もね持ってるんですけど、一個ずつねちゃんと特化した成分が違うので面白いなと思ってすごく調べてみました。はい、ではまずこっちからこっちに使ってみたいと思います。使い方は簡単ですね。1、2でここに3っていう感じで量を調節してのせていきます。私の使っているカラーは確か一番明るいカラーですね。あ、違う、 N の2だ、 N の2だから一番明るいのの次のカラーかな。どうか、私一番明るいの買わなかったんだ。結構今年は日焼け止め塗らなかった日とかもあって、ちょっと焼けちゃったかなと思ったので2番にしてみました。多分ね1番2番とかあったと思う。カラー展開は N の1アイボリー、 N の2バニラで、 Y の4がちょっと暗めのサンドっていう3色展開ですね。1回つけてここでオフしたぐらいで半顔余裕です。で、結構今荒れ気味の肌なんですけど、それでもだいぶ綺麗に隠れます。実際塗ってみると結構私はね肌荒れとか肌悩みが結構ねあるので分かりやすいかなと思うんですけど、ツヤに関してはそこまですっごい出るかって言ったらそうではないんですけど、私的にはこれぐらいのツヤ感が夏でも冬でも一番好きですね。マスクとかも毎日つけると思うので、マスクについちゃったりするかなって思うので、これぐらいの程よいツヤ感が私はベストかなと思います。ジョンセンブルは本当にベースが好きですね。アイシャドウも結構好きなんですけど、ベースが一番で、その次にアイシャドウで、リップはあんまりブラウン系がなかったりとかすることもあって、めったに買わないんですけど、まあ 1,2 本は持ってるんですけどね。今日もジョンセンブルの商品多めで、お気に入りの商品多めで紹介しながらレビューしていくんですけど、まあリップは違うものを使おうかなと思います。赤リップしかジョンセンブル持ってないので。はい、こんな感じでどうでしょうか。コンシーラー、こちらスキンヌーダーシリーズのコンシーラーです。スキンヌーダーシリーズはクッションは出ていなくて、リキッドのファンデーションが発売されてます。こっちのタイプもすごくね伸びがいいし、カバー力もあります。まあ今回はこっちのコンシーラーを使っていきますね。は
ちらのスキンヌーダーコンシーラーなんですけど、ヌードカバーっていうことで、従来の肌のように安定感のあるカバーで、時間が経ってもくすみがなく透明にカバーを持続。私はアイボリーベージュのヘアライト、一番明るいカラーを使ってます。塗りすぎてる感は出したくはないんですけど、ほどほどに。はい、こんな感じです。隠れてるんじゃないかなと思います。パウダーがですね、まずこちら1つ目、これはもう2個目です。リピ買いしました。もう中身がなくなっちゃったので買い直したんですけども、それぐらいお気に入りです。包装もすごく素敵で、すごいねしっかりしてるんですよ。こんな感じで、じゃん、パフも丁寧に別の袋に、シリコンの別の袋に入って、衛生的にもすごくいいです。ジョンセムのパウダーもいくつか出てて、私は2つ持ってるんですけど、こちらがですね、マイクロラスティングファイバーが配合されていて、すごいね細かいんですよ、粒子が。粉飛びするんですけど、ちゃんと抑えながら粉飛びしないように使えばかなりいいです。で、私このマスク生活のこの夏にめちゃくちゃ使ったので、もう1個使い切っちゃったんですけど、本当にね、まあ冬でも乾燥知らずということで、保湿力も高いし、パキパキならないので、1年通してこれは本当におすすめできるパウダーだなって思います。こちらパフがね付属でついていて、イメージ的にはこのパフでしっかりのせると持続力がアップしてくれて、めちゃくちゃしっかりサラサラになるっていう感じで、もうちょっとふわっと仕上げたい時、あのサンサランっていうよりかはちょっとふわっとあのコーティングしたいなぐらいの方は、ブラシでふわふわっとのせてあげるのがおすすめです。はい、これはもう何回も見せてるんですけど、こんな感じでメッシュになっていて、あのここから粉が出てきます。でつけすぎることなくね、ちゃんと調節できるので、ここでこうシュッシュッとつけて、シュクシュッてちょっとしてから肌にのっけてあげるといいかなと思います。私はしっかりめのパウダーが好きなので、しっかりとパウダーをつけてきます。このねパフもすごい柔らかくて大好きです。ここからはジョンセンムル多めで普通にメイクしていきたいと思います。チークこちらジョンセンムルのチークブラッシュ、結構ピンクベージュっぽい色味ですね。これすごいね粒子細かくて、これもすごく好きなやつです。まあ冷たいぐらいね粒子細かくて好きだったんですけど、ちょっとねジョンセンムルってそんなめちゃくちゃ集めるほど安くないので、そう結局この1色しか買ってないんですけど、すごいこのチークも大好きです。眉毛は XL のパウダー&ペンシルアイブロウ EX PD の10番で描いていきます。スキンケアサボってたらニキビがブワーってできちゃったんで、ちょっとまた昨日の夜から頑張ってスキンケアやってます。でそしたらケイトデザイニングアイブロウ 3D ライトブラウン系の一番軽いカラーを使って、この始まりの部分を描いていきます。このままここでノーズシャドウ、そしたらハイライトはこちらジョンセムルのグロータッチ、アーティストグロータッチを使っていきます。これを取って、これはまあ普通ですね、めちゃくちゃお気に入りってわけでもないし、だからといってすっごい悪いってわけでもないんですけど、ちょっと粉飛びが多くて、ハイライト粉飛びするのはちょっとって感じですかね。まずベースにこちらジョンセンムルのアイシャドウヌード使っていきます。次こちら同じシリーズですね、もうちょっとこちら茶色みがあります。で目の下に同じの取って、ぼかします。私の大好きなこちら、これが一番好きです。ジョンセンムルの持ってるアイシャドウの中でこんな感じの偏光パールなんですけど、大胆にのせていきます。で目の下にはこっちの3色パレットみたいなやつですね、これのこの一番明るめのカラーを使っていきます。さら最後にこの真ん中の赤カラーを使って、
入れようかな。こんな感じです。はい、塗ってみました。このねブルーもすごい好きで、よくちょっと爽やかなメイクしたい時とか使うんですけど、今回は柔らかめにヌーディー系で仕上げてみました。まあでも偏光パール使ってるのでちょっと個性的でもあるかなと思います。ジョンセンムルのアイシャドウはね結構しっとりしてたりとか、粒子が細かくてサラサラだったりとか、やっぱりねジョンセンムルの私パウダー系っていうのかな、この粒子の細かさが大好きなので、このアイシャドウ類もすごく好きです。特にこのね偏光パールとか色も絶妙で超可愛いし、しっとりしてるから全然ラメ飛びもしないし、おすすめできます。キスミのヘビーローテーション使います。シェーディングこれ使っていきます。したらマスカラは RMK ダブルカラーマスカラのブラウンオレンジのブラウンの方を使っていきます。リップは今日はこちらセルヴォークの最近買ったリベレーティッドマットリップス05番。セルヴォークエンソールグロスの02番のグロスを使っていきます。この合わせは本当ねザ・ブラウンってなるので大好きです。こんな感じで今日のメイクが完成です。アイラインは赤でちょっと引いた感じで終わりにしたいと思うので、これで完成です。はい、ということで髪の毛整えて戻っていきたいと思います。じゃあね。はい、出来上がった顔がこんな感じです。秋らしい感じのメイクに仕上げてみました。今回紹介した新しく発売されたこちらスタークラスラディアントクッション、歴代でジョンセンムルのクッションいくつも使ってきたんですけど、これが結構私的には上位ですね。 1,2 争えるぐらいで良かったんじゃないかなと思います。すごくカバー力が高いっていうところで、まあ、私すごいね見ての通りニキビ肌だし、隠したいアラとか毎日毎日メイクして落としてメイクして落としてってやってるから、やっぱり毛穴もすごい目立ってきちゃってるし、ちょっとまあ改善していきたいなっていうポイントではあるんですけど、でそういう私の隠したいアラとかをすごく綺麗にカバーしてくれて、結構カバー力あるクッションの中ではそこまで厚塗り感も強くないかなっていうのと、あの韓国の水光肌っていうのかな、一時期結構前流行ったクッションといったらツヤ肌みたいな頃の、ただツヤなだけでよれやすいみたいな感じのクッションのツヤっていう感じではなくて、ある程度しっかりカバーして、あの密着度も高い上に自然なツヤも出せるかなぐらいな感じだったので、私の好みのツヤ感でしたね。こんな感じで今回はジョンセンブルに特化して、ベースをメインに紹介してみました。今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターもね毎日更新してるので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。